はい、モンローを動かそうとしましたら、こういうエラー出てしまいました。見えっかなー、3っていう。参った。今度モンロー壊れました。もう何も動きません。一応電気はつくんだけどね、何も反応しません。今お客様相談室に電話して、久保田のね、聞いて、ご連絡もらうみたいだから、それ待ってます。だからエラーが出たから、これヒューズが何かなと思って、ここを上げてみたのよ。で一回見せっか。どうせヒューズあっから。なんだこれ。ああ、いろいろ書いたんだよね、ほら。いいこと、皆さん、いいものを見せます。ここに全部書いたんだ、ほら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 。このベルトとか、エンジン周りの方のね、貼り方。ね、ベルトの貼り方も全部、そしてこのあれまでかかってるこの調整幅、おー、すごいすごいすごい、優しいな。なんだこれ、モンロー、あ、クローラーの針が、いやいや、こういうのあるん、いいね、優しいね、久保田ね、初めて知った、いろいろ書いてますよ。へえ、ただモンローかかってねえな。あー、もしかしたらユニットか。ユニットとか怖いな。俺余計なことしたかな、洗って。ここさはねえんだよね、このモンローの。あ、焦げ深さ、俺焦げ深さ気がねえの、これかもしかしたら。なんだろうな、うわ、取れねえ、これどうやって取んの、これ。じゃあふっつけそうだな、片手でダメだ。はい、シューズ外して、焦げ深さちょっと異常だったから見たけど切れてません。いやー、なんだよ、モンロー気がねえとやっぱ終わりだな。終わりだ終わりだよな、よく考えたら。なんや、ほんとトラブル、どこさあんだろうな。まず木で皆さんに教えます。はい、ですね、自分が決めんじゃなくてね、はい、1668時間なんでね、もうね、機械の方がね、もう勘弁してくださいって言われてるような気がしました。そんで久保田さんから今ご連絡来ました。ですね、これ皆さんの気をつけてください。今までは自分は良かったからやってたんだけど、あ、ちょっとあれか、ちょっと状況を見せます、見せた方がいいね、見せて話します。はい、モンローのスイッチありますよね。ね、ここ押すと動くみたいなんですよ。ちょっとやってみたいと思います。やっぱり動かねえな。動かねえな。動く。あ、こういうことか。
動いた。はい、皆さん動きました。あのね、あのですよ、ここに水かけないでくださいっていうことでした。モンローが動かなくなります。ここですよ、こことここ2つあんの。そして左側にもありますよ、これ右側だからね。ここさっきのエラー3っていうふうに出たらここです。ここカチカチってこう押す、両方押して、あとエンジンかけたままでも動いたから、そういうことでした。とにかく水かけてダメっていうことです。ここ俺もいいのかなとは思ってたんだけど、いや助かったな。うわ、ここ洗ったからか俺な。いや、びっくりするねこれね。いやびっくりした。今でいい。今日今で動画終わりだよね、ほんとね。いやー、ほんと不機嫌になるね。こんばんは。参った。じゃあちょっとモンローでも上げてみっか。はい、メーターの方も無事エラー消えました。あの3っていうのなくなったね。こっちもなんか負荷の方にメモリ3あったけど、それもなくなりました。あともう一つ、ここにも水入れてダメみたいです。なんかいろ、こっちでもなる時が故障ね、あるみたいなんで、一応ここもやっぱ注意だよね。やっぱゴムかぶってるってことは水入ってダメだってことだよね。うん、いやよかったわ、マジでよかったわ。はい、無事治りました。本当はさ、今日ここ上げてさ、上げおー、すごい水水すごいことになってた。結構入ってたね、この掃除口ね。でここ上げと螺旋、うわ、今年ベルトよく切れなかったな。来年もしこれ直したとき、間違いなくあれだよ、交換。こう掃除機を上げると螺旋が見えます。こっから取れなくて、はい、ここも全部ね、洗った方がいいね。うん、あれもみいっぱいあるもん、見える？これでこのままにすると外すから、こう腐ります。いや今日本当はこいつすぐやっと思ったらね、動画、そしたらいきなりモンロー動かなくなって、あとこのコギドちょっともみを取って、あと全部洗って、こういうとこも埋まってんもん、こら
もみまぎ気になってたからね、ここも全部洗ってね、あと乾かす、これ必要です。まあ小木戸はいいか、もう若干洗えばいいか。あと灰わら関係ね。そうすると今年の掃除もだいぶ終わりに近いね。あとここももう少し洗ってか、下、うん、下はね多分全部取れねえんだ、自分の経験上は、うん、そんなことです。これね、ほんと汚いだな。今年の掃除も終わりです。あとはこのままね、開けたまんま乾かしてね、来年まで来年やっかどうかわかんないけど、あら若干残ってるな、あの最後ここなんですが、ここも全部開けっぱなしだね。あとね、来年まで終わらせないように、あと下もね、下も開けっぱなし。終わりました。